関係ありそうな本はないかな。お、何か挟まってる。手紙と写真。左端にいる大人が黒く塗りつぶされている。これは学校で撮影された集合写真か。集合写真の割には割となんか端っこの人がめっちゃフィーチャーされてるけど。ということはこの塗りつぶされた大人は先生なのか。あー、先生なのかな、おさむさん。手紙も読んでみるか。校長先生並びに学校教員の方へ。3年2組の保護者のものです。息子が登校拒否になってしばらく経ちますが、先生からの連絡が一度もありません。どうやらクラスでいじめを受けていたらしく、先生には何度も相談をしたと。それなのに先生は見て見ぬふりで、いじめはどんどんひどくなったそうです。とても活発で明るかった息子ですが、今ではほとんど口を聞いてくれません。いじめは当人たちの問題だと言われることもありますが、息子は先生が現状から逃げずに、自分の話を聞いてくれるだけでも救われたかもしれない。あなたが担任じゃなければよかったのに。手紙の文章はそこで終わってる。悲しいな、親としては。めっちゃ悲しいな。先生ってまさかおさむさんじゃないよな。多分おさむさんですね。おさむさん、いじめを放っていくような、置くような人には見えなかったもんな。どちらにせよ、どうしてこんなものがここに置いてあるんだ。何か狼ゲームと関係があるんだろうか。隙見悪いな。関係確実にあるでしょうね。あ、この紙は星座。あ、これじゃない？そういえばあの知恵さんのメモ、サソリと魚が書かれていた。そういえばこの星座の一覧にもサソリと魚って書かれてるけど、ありうる。ありうるよ。サソリが、これが時計型でいくと、サソリが1、サソリが1、魚座は、これは何時になるんだ？あ？時計と合わせてみたいんですけど、時計と。あ、わかった。これを持った状態で、リビングに行って、はめられるんだ。よし。これ。あ？ダメか。じゃあこれを見ながら、そういうところに割り当てればいいんだね。短い針はどっちかっていうと、まあ、この辺。長い針が、この辺？45かな。これ違う。もう一個行ったところ。違う。もう一個行ったところ。違う。これ、あ、来た！来た来た来た！口を開いた！小さな鍵が入っていた。やったー！来ましたねー。まあ、微妙なところだったね。はい、ということで、じゃあやっていきますか。これで、知恵さんの箱を開けられる。堕天使な私。中身は何が書いてあるんだろう。漆黒の翼を羽ばたかせ。無彩色の髪をなびかせる。誰にも知られぬ暗闇で、私はいつも一人ぼっち。誰か私を見つけてよ。真の私の姿を見てよ。何を書いていたかと思えば、ポエムだったのか。それはいいとして、これが知恵さんの筆跡なわけだ。違いますね、全然。だとしたら、この遺書はもしかして別人が書いたのか。やっぱり知恵さんは自殺じゃない。それなら彼女の近くにあった毒の瓶は、狼が知恵さんを自殺に見せるためのフェイクか。毒の瓶について調べてみたら、狼について何かわかるかもしれない。どこで手に入れたんだ、探してみるか。筆跡が違う。何か深く考えているようだ。知恵さんの死についてか、それとも違う何かについてか。いずれにせよ、これまでの彼とは少し雰囲気が違う。ここは話しかけるのはやめておこう。まあ、きっと、この、なんか真相についてなんだろうけど、あるとしたら病室？
病室にはでもなさそうだな。6号病室かな。これ、関係ないか。何もないか。あとは、謎のリビング。てんてんてん、血のついた服をまじまじと見ている。どうしたんだろう。このゲームの真相について考えているのか。なるほどね。りんたろうはりんたろうで実は何かに気づき始めてはいるんだろうな。教室、瓶が置いてある。これは違うと。あ、これじゃない？いろいろな薬品の瓶が置いてある。毒のようなマークがついていて見るからに危険そう。一本持ち出されたような形跡がある。ここから持ち出したな。ん？棚の裏に通気口があったとは気がつかなかった。棚を移動させ、わ、やっぱ律だわ、完全に。洗剤のような匂いがする。洗剤といえば、凛太郎が何か言っていたような。それに通気口の縁に何かついているみたい。ネバネバする。テープのようなものを剥がした。しかも跡が新しい。なんで通気口にテープなんて。ネジで止められている。これを外して中を見ればもっと何か手がかりになるものが見つかるかも。ネジを外せるものなんてあったっけ？ナイフとかで剥がせそうじゃない？ダメか。何か証拠は見つかったか。そうだよね。この二人が狼の可能性高いからね。二人っていうか、まあ、どっちか。この状況で多分二人の狼はないと思うんだよな。結構ルール違反的な感じあるもんな。何か外せそうなもの。お！こんなところに道具箱。都合のいい時に突然出てくる道具箱。これはあれかな？なんか結局メリーさんとかが準備してくれてんのかな？あ、あいつこのヒントに気がついたみたいな。さあ、中を入るのはやめよう。どこと繋がっているんだろう。この位置だと隣の部屋か。隣の部屋って物置じゃないか。なるほど。さらにここに入れる人物って言ったらもう完全にそれですよね。完全にそれですよ。逆にこの部屋の通気口はどこ？お、棚を動かしたいところだけど重くて一人じゃびくともしない。あれ？床に何か擦ったような跡がある。もしかしてこの棚を移動させたのか。棚の中には本がたくさん入っている。誰かの手がかり。誰かの手を借りたら動かせそう。誰かに声をかけてみるか。通気口でもわざわざ隠すほどの力は、ないよな、律だけには。ちょっと話しかけさせてもらうよ。ん？どうしたの？君から声をかけてくれるなんて珍しいね。で、ちょっと力仕事を手伝ってほしくて。いいよ。僕こう見えて力には自信あるんだよね。知ってる。じゃあ物置に来てくれるかな。一緒に棚を動かしてほしいんだ。わかった。じゃあ先に行ってるね。すんなりオッケーしてくれた。まあ、私のこと疑ってないからね。いい意味で。これ動かしたい。せーの。一人じゃ動かなかったのに、銀太郎って力持ちなんだね。うん、これでいいの？あ、ありがとう。やっぱりここにも通気口があったんだ。ほんとだね。こんな棚の裏に通気口なんてあったんだ。この通気口、部屋の位置的に隣の武器庫と繋がっているんだよ。なるほど。じゃあドア以外で唯一他の部屋と繋がっている部分なんだね。でもこの通気口の前にはこの重い棚があったんだから、この通気口を使って外に出ることは不可能だよね。そうか、じゃあ密室の謎は解けないままか。ん？あれ？こっちの棚ってこんな感じだったっけ？何か整理とかした？いや、特に触ってないけど。
何かの違和感がある気がするけど、僕の気のせいかな。整理されたような気がする。一応覚えておくか。調べてみると結構証拠が見つかった気がする。物置の扉には傷が2箇所あり、チエさんの爪はボロボロだった。そして遺書の形跡はない。さらにここの物置は隣の武器庫と通気庫で繋がっている。あとはこの部屋の棚の違和感。ただこれだけじゃ結局密室の謎は解けなかったな。本当に自殺なんだろうか。いや、まだ諦めないで。まだ諦めないでって。開始しないでよ。もうちょっと調べたい。棚動かしただけなんじゃないの？もうこんな時間だね。余裕そうだな。なんだろう。この違和感。違和感ほったらかしにしてたらダメなんだよ。他になんかないの？もう狼裁判の時間なのか。早いな。これが最後の狼裁判になればいいが。結局何も証拠らしい証拠は見つかんなかったな。やっぱ知恵は自殺したんじゃね？どうだろうね。ここで言うともう自殺で言い切ってるお前が一番怪しいんだよな。この状態でいけちゃうのかな？いけることあんの？この違和感を残したまま行くのめっちゃ怖いんですけど、でも何をタップしてもうまくいかないんだよな。逆に植物室に繋がってるとかもないよね。見逃してることはないか、ちょっと一周してみるか。一周してみてもわからなかったので、ちょっと狼裁判一回やってみますか。まあ、割と証拠としては集まっている方だとは思うので、いけなくはないはず。いけなくはない。大丈夫、いける。大丈夫です。私ならいける。今まですんなり来てきた。それでは第4回の狼裁判を始めるぞ。これで残り4人になってしまいました。最初はあんなに人数が多くて賑やかだったのに。悲しいですね。お前らのせいだわ。いい加減、次こそ外に出られるんじゃないか？それは狼を殺してみないとわかりませんね。知恵さんが物置の密室で自殺した状態で発見された。しかし探索の中で遺書の筆跡が違ったり、物置に続く通気口が見つかったりと不審な点が多い。おそらく知恵さんは狼に殺されたんだろう。しかし今俺が持っている証拠だけでは誰が狼なのかは特定できないし、裁判の中でうまく狼がボロを出してくれればいいのだが。それでは狼裁判を改定する。最初から自覚はしているわけだな。これだけでは証拠にはならない。まず今回の事件を整理してみるか。物置で椅子に座って毒を飲んで自殺している、小宮知恵が発見された。しかも現場の物置は内側から鍵がかかって密室だったよね。そしてドアを無理やり開けた時にはすでに死んでいた。さらに遺書もあったよな。そこには狼になった重圧に耐えきれず自殺すると書いてあった。果たしてあいつは本当に自殺したのか、それとも狼により殺されたのか。でも遺書も書いてあったし、密室だったし自殺なんじゃないかな。なんかこいつさ、私の時にはあんなにさもう多分現場を見たからだろうけど、あんなに攻めてきたのに急に消極的やん。あいつはもともと暗かったしな。いや、これは自殺ではない。その遺書のことなんだけど、気になる点があるんだ。まあ、ここは筆跡ですよね、まずは。これ、ポエム。まあ、まだ誰が狼かわからないからね。確信に迫った。これは俺が見つけた知恵さんの文字だ。知恵さんがいつも大事そうにしていた箱の中に入っていたんだ。なんだこれ、ポエムか？内容は意味不明だな。ポエムの内容ではなく、書かれた文字の方を見てほしいんだ。遺書に書かれた文字と違うと思わないか？見比べると確かに遺書とは文字が違うね。確かにそうだな。ほんとだ、全然違う。じゃあ、見つかった遺書は狼が知恵のふりをして書いたことになるのか？つまりあいつは自殺ではなく、
狼に殺されちゃったってこと？多分これは狼が自殺に見せかけた密室トリックだと思うんだ。すごい、なんかかっこいい。そう考えると彼女の遺体にある不自然な点も説明がつくんだ。説明かな。遺体の不自然な点はこれですね。いやー、鋭いなー、私鋭すぎる。こんなんちょちょいのちょいだわ。みんなも知っていると思うけど、知恵さんの爪がボロボロになっていたよね。確かに超痛そうだったよな。何か硬いものを強く引っ掻いたように見えたな。まあそれは扉でしょうね、完全に。あれ？あ、私が開いたとだけか。うん、そしておそらく引っ掻いたものはこれだと思うんだ。あ、扉ですよね。これ、まあここまでは簡単だよね。ここまでは簡単、大丈夫。ここからがちょっとな。そう、出入り口のドアだよ。ほんとだ、こんなに傷がついてる。お前らも見ただろ。毒を飲んで苦しくて喉をかきむしるとかならわかるんだけどね。まるで部屋から出たがってたみたいじゃない？確かに。じゃあそうなるとあいつはどうやって殺されたんだ。そこまでは俺もまだ分かっていないんだ。目立った外傷はないから無理やり毒を飲まされたとか。ほら、毒の瓶は床に転がってただろ。でも無理やりそんなことしたらもっと体に傷とかついてるんじゃないか。確かにそうだな。じゃあ無理やり毒を飲ましたわけではないのか。なるほど、匂い、毒の香りで死んだの？あ、少し話は変わるんだけど、なんだ？物置の扉を開けた時、少し変な匂いがしなかった？まるで洗剤のような匂いがした気がするんだ。洗剤のような匂い。そういえば凛太郎は物置に入った時も同じことを言っていたな。俺は何も感じなかったが。私も気に別にしなかったけどな。じゃあ僕の勘違いかな。洗剤？そういえば気になる証拠があるな。わあ、これさ、また凛太郎が鋭いこと言いやがってって犯人は思ってるんだろうな。これどれを刺せばいいのかな。これでいいのかな。さあ、ここからだね。あれかな、この薬の入った液体の瓶を開けて放り投げたのかな。そういえば武器庫の床にこぼれた液体を見つけたんだけど、確かに洗剤のような匂いがしてたよ。やっぱり僕の鼻が正しかったね。武器庫の床に洗剤？なぜそんなところに洗剤が。でも武器庫の洗剤の匂いが物置までするなんてありえなくないか。でも確かに物置でも洗剤の匂いがしたんだよな。そうだ、ピンときちゃった。犯人は洗剤を混ぜて有毒ガスを活性させて彼女を殺したんじゃないかな。ですよね、有毒ガス。確かにシャワールームにいろいろな種類の洗剤が置いてあったんだよ。なるほど、これか。おそらくあれを使ったんだよ。全部僕の想像だけど、狼は知恵さんを物置に閉じ込めてその部屋を有毒ガスで充満させたんじゃない。知恵さんは外に出ようとしたけど、なぜだか外に出ることができず、必死にドアを開けようと引っかいてそのまま死んでしまった。こう考えると死体の状況と現場の状況、そして僕が感じた匂いとの辻褄が合うんだ。なるほど、つまり武器庫で見つかった数滴の洗剤は狼がガスを作る際にこぼしたものだというんだな。おそらくそうじゃないかな。ガスで殺すとか半端ねえな。あ、でもさ、結局密室の謎は解決されてないんじゃね？それは僕もわからないな。なんだよそれ。確かに仮に殺害方法がガスによるものだったとしても密室の謎が解決していない。それが解決されない限り自殺という線も捨てきれないか。いや、自殺じゃないだろう。どう考えても。お前急にどうした、バカになってるぞ急に。俺が知っている情報でなんとかなる。密室についてない、もうだんだん噛んできたな。物置には出入り口以外にもう一箇所出入りできる場所があった。それが通気口。
で、多分通気口についてたあのなんかガムテープみたいなのは殺害後剥がしたんだろうけど、テープのベタベタがちょっと残ってたんだろうね。実は物置にあると、棚の後ろに通気口があった。そしてそれは隣の武器庫につながっていた。しかも俺は隣の部屋の通気口の入り口に他にもこんな怪しい点を見つけたんだ。テープ、ガムテープの跡があった。いやー完璧すぎるなー。今回も行っちゃうなー、このまんま。確信に迫った。これを見てほしい。ガムテープの跡？そうなんだ。凛太郎が言っていた有毒ガスという言葉からピンときたんだけど、おそらく犯人は通気口内でガスを発生させた。そして武器庫の方の通気口をガムテープで密閉、ガスが物置の方に充満するようにしたんじゃないかな。なるほどな。そのガスを吸って知恵は死亡した。そして狼はその通気口を通り武器庫から物置に侵入した。そして物置の内側から鍵をかけて密室を作り出した。その後また通気口から武器庫の方に戻ったということか。なるほど。でもさ、こんな狭い通気口を出入りできるなんて。そうだね、この中では。はい、完全にもうそうです。リツちゃんだけですね。体の小さい女子高生リツだけですね。うわー、初めてこいつが焦った姿見たな。あ、ふざけんなよ。私は、狼は私だって言いたいのかよ。今回のこの犯行は狭い通気口を通らなければ不可能なんだ。それが可能なのはリツさん、君だけだ。なんで私が、さっきから黙って聞いていれば、お前のめちゃくちゃな理論で殺人鬼呼ばわりしやがって。っていうか、お前の推理穴だらけだし。まず、物置の扉を知恵が開けようとした時にどうやって防いだって言うんだ。力のない私が外側から抑えられるとは考えられないだろう。それは、力のない彼女が物置の扉を防いだ方法、何かそれを証明できるものは。そうか、この部屋のドアの構造をうまく使ったんだ。どう見ても普通のドアだろ。あー、これね、置いておいたんだね、棒を。棒を置いておいて開かないようにしたんだね。ドアの外側の下部分に傷があるんだ。おそらく硬い棒のようなものを外側から使い棒のようにして扉を開けなくしたんだろう。これは知恵が無理やり開けようとした時についた傷ってことだな。これなら力がない リツちゃんでも大丈夫だね。100歩譲って、まあそれなら私でも確かにドアを閉め切ることは可能だろうな。でもそもそもこの部屋の中にある通気口は重たい棚で塞がれてたじゃん。その棚も私には到底動かせない重さだし、何より通気口の前に重たい棚があったなら通気口を使うのは不可能じゃん。確かにだからあんたの言っている推理は成立しない。はい論破。はい論破。これで私が狼じゃないの信じてくれる？でもちょっと待って。さっきリツちゃんが重たい棚って言ってたけど、棚は本当に重くて動かせなかったのかな。何わけわかんないこと言ってんだよ。動かせないに決まってんだろ。確かに棚は本当に動かせなかった。あー、これですね。重くしたんじゃない？後で重くしたんじゃない？最初は軽かった棚を整理しちゃったんじゃない？そういえば凛太郎は物置にある他の棚を見て綺麗になったって言ってたよね。そうだったね。探索後半に物置に行った時、何か他の棚がスッキリしたように見えたんだよね。スッキリしたように感じたということは他の棚のものが減ったということか。多分そうだけど、他の棚のものが減った。なぜそんなことに。いや、完全に通気口を防いだ棚に移したからでしょう。これだけなんか答えが具体的すぎる。まあ余裕ですよね。さよならケイちゃん。まあ完璧ですよ。ノーミスですよ。今まで通気口を防いでいた棚に、他の棚から荷物を移動させたんじゃない？
犯行時と犯行直後は空だった。そして探索中に俺たちにバレないようにその棚のものを通気口の前の棚に移し替えた。空っぽの棚ならさすがにリキちゃんでも浮かせるよね。でも何回も言うけど、棚に物置に駆けつけた時すでに棚は通気口を塞ぐように置かれていただろ。私が仮に通気口から出入りしたとしたら、そもそも棚を通気口の目の前に置くこと自体が不可能じゃないか。ああ、そっか。だろ？だから棚が重たいとか軽いとかそもそも関係ないんだよ。通気口から出たとしたら、通気口の前にぴったりと棚を置くなんてできないんだから。そうか。確かにその通りだな。いくら棚が軽くても、通気口の中からその通気口の前にぴったりと棚を置くのは不可能。でも何か方法があるはずだぞ。どこか棚に怪しいところはないか。どこが気になる？うわぁ、これ私苦手なんだよね。あ、めっちゃ気になるとこあるわ。めっちゃあったわ。紐で引っ張ったのかな？あ、棚の足に傷がある。げっ。まるで何かを結びつけていたような傷だね。わかったぞ。これは紐を結びつけた後だ。紐？まず紐を棚の足に結びつける。そしてその紐を持ったまま通気口に入る。そして通気口の中から紐をゆっくり引っ張って、棚を通気口の目の前まで移動させた。なるほど。こうすることで通気口の前にぴったりと棚を持ってくることができる。かなりの完全犯罪をやりましたね。つまり、犯行時には棚を空にして軽くし、通気口の中から紐で引っ張り移動させた。その後探索中に隙を見て、棚の中に物を戻して元通りの重さにしたということか。そして出入りできる通気口の前には、重たい棚の壁が出来上がった。それが、自殺に見せかけた密室殺人の全容ってところか。リツちゃんなかなかやるね。違うんだ、私じゃない。もう言い逃れは不可能だよ。通気口を通れるのは君しかいないんだ。自分で仕掛けたトリックが君にしかできない犯行だと逆に証明しちゃってるんだね。どうやら狼が確定したようだな。そんな嫌だよ、怖いよ。いや、怖い。もうこれで最後にしてくれ、本当に。知恵の自殺はリツによる偽装だったということか。密室を作り出すなんてリツちゃんすごいね。くそ、あとちょっとだったのに。まあ、その密室トリックこそが狼を特定する証拠にもなってしまったんだけどな。それでは皆さん、今回の狼はリツさんということでいいですかね。やだ、死にたくない。お前ら絶対に許さねえからな。それではリツさんの処刑を開始します。どんな死に方なんだろう。あー、飛ばしたい。怖い。何これ、綱渡り。向こう側まで渡りきれ。めちゃ怖いじゃん。嘘でしょ。わあ、頑張ってる。邪魔まで入んの。頑張れ。わあ、処刑が完了しました。ワニにパックリ食べられちゃいましたね。あとちょっとで渡りきりそうだったのにね。これで残るは3人か。これは男だけが残るむさ苦しい展開ですね。それでは彼女が本当に狼だったのか答え合わせをしましょう。まあこれは狼だったんでしょう、完全に。だとしても、もう次やったら結構な確率で殺されるじゃん。
ですよね。じゃあちょっと今回ここまでにしましょうかね。ご視聴ありがとうございました。疲れた。